最近考えていることですが、AI、人工知能と、人間知能の関係ということを考えているんですが、その AI が人間の知能を超えたとか超えないとかいう議論があるけどね、こういうことを比較するのはね、ナンセンスだという議論があってね、それは、ヤンルカンがこういうことを言ってるんですよ。知能ってのはね、一つのね、スカラの数値で表されるようなもんじゃないんだっていうわけ。常知能って我々が考えるのはね、知能指数でしょ。でも知能指数って何やねんって言ったら、知能テストの点でしょ。で、知能テストって何やねんって言ったら、基本的にはですね、言語能力と、論理数学能力みたいなもんね。はですね、これ僕前々から言ってね、知能には動物的知能と人間的知能っていうのがあるということを言ってるわけ。ね、人間的知能の中にもこれ8種類あると言ってるわけ。ね、で、人間的知能っていうのの8種類っていうのは、さっきから言う、言語知能と論理数学知能が、これが本当の意味で人間的で、で、それから音楽知能なんかもそう。それから、内省、反省する知能とかね。でも空間把握知能っていうのもあったりして、ね、こういうのは動物でもあるわけね。さて、動物的知能っていうのは特にね、やっぱり、運動、能力っていうのは、これね、実は知能だと僕思うね。これ前に、結構長く、語ったんだけど、人間の脳ってね、その知覚部分と運動部分が圧倒的で、その論理数学的なほんの一部で付け足しだって話しましたよね。だから、動物的知能っていうのはですね、基本的に何かというと、環境の中で、その個体保存と種族保存、ね。だから、生き抜くことと、子孫を残すこと。このために最適な行動を取るのが知能なわけ。で、これは僕は動物的知能って言っててね。人間的知能、論理数学的知能とかがね、あったらね、ね、敵と戦いやすいかとか、あるいは、逃げやすいかとか、あるいはね、異性を求めやすいかって必ず関係、全然関係ないと言わんが、で、ヤンルカンなんか盛んにね、人間はね、猫の知能も達してないと。ね、猫はポンポンポン高いところ飛び乗るよって。ね、で、人間そんなことできへんでしょ。それはそうですよって。だからそれはね、結局ね、そこでね、僕は思ったのはね、知能って一つの尺度で測れるもんじゃないんだと。例えばね、運動選手ですごい運動選手いるじゃないですか。で、運動、すごい運動すると。ね、いうのはね、あれ知能が、頭がいいわけですよ。運動ってのは結局ね、体がする。もちろん体がするんだけど、やっぱりね、頭がするんですよね。で、あれ、ピアノをね、非常にうまく弾くっていうのはね、これ弾いてるのは手なんだけど、ね、手の筋肉が重要っていうわけで、もちろん動かないとダメなんだけど、やっぱり何が弾いてるかっていうと、頭が弾いてるわけですよ。で、こういうのはね、いわゆる知能テストで測れるようなもんじゃないじゃないですか。だから知能っていうのはね、もう尺度がね、いっぱいあるわけ。さてはね、そこでね、速論という話に、その、なってくるんやけど、今の速、ジャティス、ジャティス。だって、はい。で、これはちょっと、先ほど申しましたよね。我々の勉強会の中で、勉強してて、で、ラティスっていう言葉が出てきて、で、担当者がそれをですね、講師と訳したん講で、師ね、はい。講師ね。結晶講師の講師決勝講師の講師。で、どうもおかしいんじゃないのって、どうもね、その文脈が合わないよって、次の、回にですね、いや、大失敗しましたって、ラティスっていうのは即ですって、数学でね。だからこれはね、束ですね、束ってね。だからね、これはね、僕は束っちゅうす、ね、訳が良くないんだと僕は思うね。むしろ講師、いきなり講師と訳した方がむしろ良かったかもしれんと思うそうね。かもしれませんね、確かで、に。ね、実はね、講師、即はね、講師のような格好しとるんですよ。だから、講師と言って、で、即とは何かというとですね、半順序集合っていう、集合っていうのがありますよね。いろんなものの集まりね。で、この中でね、上下一番トップっていうのと一番下っていうのがあるんや。で、この中でですね、順序。これがこれより上とかいう順序がつくんや。だからそれがね、一直線についてるんじゃなくて、こう、伏線でついてるんや。だから、例えばね、例えばこういうこと。
会社のハイラーキーみたいなものを考えたときに、これ社長が一番偉いっていうのもまあよろしいわなと。ね。で、一番、収入の平が一番下っていう、これもまあよろしいわなって、これが上階と下階や。ね。でも途中にいっぱいこう段階があるわけじゃないですか。で、その時にはね、そのどっちが偉いか比較できひんようなケースって結構あるわけじゃないですか。これは例えね。で、その、さっきから言う、知能ってものもですね、いろんな測り方があるわけだから、一筋縄ではいかんと。あ、そこでね、一番簡単な、こんなことを考えてください。こう今ね、X 軸と Y 軸っていうのを考えてですね、0から1まで。ね、X が0から1、Y が0から1までね。で、これ四角を考えてですね、ここにはね、0から0.1、0.2、0.3と、ね、11点取ると。ね。で、Y の方も0から0.1まで取ると。ね。な、格子点がこういっぱいできるじゃないですか。ね。で、この0で一番左下を一番下だと思う。で、右上の1、1が一番上だと思う。ね。だからこれ上階と下階なわけ。で、その間にはね、例えばね、X が0.5で Y が0っていうのと、ね、X が0で Y が0.5っていう2つの点を考えたって、どっちが上やねん。なかなか言えないじゃないですか。で、まあ、この場合ね、まあ、これ例えですよ。X がある知能として、Y がまた別の知能としたら、ね、X の知能が優れてる人と Y の知能が優れてる人と、そういうふうなもんだよね。これ2個だけやけど、ね、人間で8種類の知能があるということは8次元になるじゃないですか。さらに動物的いろんな知能まで言うとですね、何十次元にもなるわけじゃないですか。そういう何十次元ね、複雑な、ね、調理器みたいな考えてる、ね。で、こういう知能の中で一番のトップは何かって言ったら神ですよ。あらゆることに優れておった。ね、この神たるやね、猫みたいにポンポンポンと高いところにも登れんといかんわけや。一番ボトムって何やって、まあまあ生物で言うなら、例えばシーエレガン中、線虫やね、あれ、ニューロンの数が302個とか言われてるから、まあこういうね、レベルの低いもんからね、まあ神とは言わないが、神のようなね、まあ、こんなものは仮想的なもんですがね。まあ、ほとんど全知全能ね。存在というのに、こう、まあ、階層があるわけじゃないですか。さてね、人間っていうのはね、人工知能と考えたら、ね、人工知能とね、は、生物じゃないんですよ。ね。だからね、生物知、人間知能っていうものと、人工知能っていうのはね、同じように考えたらいかんと。これ僕最近読んだ、ある人が肉声知ってたけどね、人工知能はエイリアンだって。エイリアンっていうのはね、宇宙人という意味もあるがね、非常に異質なものという意味。だから人間知能とは違う非常に異質な知能。だからそのまま必ずしも比較できないと。だからね、チューリングテストっていうのはね、あれはね、的外れだって、その、ちょっと、ね。チューリンテストっていうのは何かって、人工知能っていうのは人間を完全に真似できればそれでよろしいという。ただ、知能とは人間知能であるという考え方じゃないですか。ところがですね、今みたいに機械知能っていうのは人間知能とは重ならない側面があるわけ。今のね、オープン AI 的な知能はね、身体的な能力がないからね、偏ってはおるわけやけどね。だけどね、アンドカーが盛んにはね、猫の知能にも達してないというのは、動物的知能には達してないっていうんだけど、だけど3もあるともね、経済的に価値あることのできる知能って言ってるわけよ。今の現在の資本主義社会の中でね、何が偉いかって言ったらね、金儲けれる人間が偉いわけですよ。ね。金儲けするような仕事ね。だから猫みたいにポンポンポンと高いとこ登れたからね、金が儲かるっちゅうわけじゃないじゃないですかと。で、だから人工知能はね、偏った方向ではあるんだけどね。で、そこではね、人間はね、人間のやることもできるんですよ。でもね、人間は圧倒的に量が、そういう面ではね、量がしつつあるわけ。まだ完全に量がしてないが。で、そこで先ほど言った、数学オリンピックではね、銀メダルを取ったっていうのは極めて重要なことで、次、金メダルを取るということは、そういう側面、ね、論理数学的知能で人間を追い抜くと。つまり、経済的に、この資本主義社会の中で必要な知能。それはね、高い木に登れるような知能じゃないわけ。だから、知能は、ね、先ほどね、あらゆるいろんな側面があるからね。だから、人工知能と人間知能っていうのは重ならないんだってことが重要で。
まあ、そういう話です。あれ、即の話はどうなったんですか？いや、だから即っていうのは、だから、上下関係っていうものが、これが上とか下とか一直線で、知能指数みたいなスカラーで測れるもんじゃないよと。で、即というものは、ね、上下関係はあるんですよ。あるんだけど、一直線じゃなくて、いろんなね、側面がある。だから、即っていうのは、例えばの話ですよ。で、速度も勉強してね、その半順序集合というか、見たときに、頭の良さっていうのはね、いろんな側面があってね、で、必ずしもね、だから猫みたいにパーンと高いところに登るのも実は知能なんや。犬みたいにね、ものすごい嗅覚がいいのも知能なんや。だけど、そういう知能は人間は持ってないことは事実ね。で、だけど、まあ、サンマルトマン的に言ったら、それではね、儲からんだろうってやけ。経済的にね、価値ある仕事をする。つまり、まあ、オフィスワークですね。のね、まあ、同僚。今ね、リモートワークが盛んで、まあ、この前、コーヒーバッジャーの話したけど、コーヒーバッジャーっていうのはですね、リモートワークしてる人が、会社に出てこいと言われて、出て行ってコーヒーだけ飲んで帰ってくるって、そういう話ね。で、実はそういうような仕事が真っ先に人工知能に取られるわけよ。それからね、これはまたちょっとね、違うことで、ある人が面白いこと言ったけど、これ、塚本先生に対するね、一つの、なんかアンチテーゼっていうか皮肉になるんだけど、その、まあまあこれね、まあ人間を評価すると、という言い方に関するね、ある人が実に面白いこと言ってたわけ。まあね、さっき言ったね、僕、盛んに言ってる飛行機と鳥の例ね。で、鳥で例えるのが人間的知能なわけや。ね。飛行機で例えるのが機械的知能なわけ。でね。で、塚本先生がね、こう人間の知能と機械知能をね、ドッキングしたいと。という。で、それで自分を知能増強したいとおっしゃるんだけど、その人が面白いこと言って、それはね、飛行機と鳥をドッキングするようなもんだって。ね。で、そんなことはまずできひんし、飛行機を鳥のように飛ばせる、あるいは、鳥にね、ジェットエンジンつけるのもナンセンス。そういう感じ、そういう感じ。でね、唯一できることは何かって、ね、鳥を飛行機で運ぶことだって。で、鳥を渡り鳥がね、2000キロ向こうに行くのにね、ね、しんどいからって飛行機乗っけて行ったったら1時間できると。だからそれがね、一番ね、最高のね、ドッキング法だって。いやいや、鳥にね、ジェット機の羽つけてね、スーパー鳥を作ることできますよ、きっと。できるけど、ナンセンスですよ、それいね。やいや、すごいスピードで飛べる、鳥もすごいスピードで飛びたいと、い思っやてしまー、せん。それはほとんどナンセンスです。サイボーグっていうのはそういうことですよね、結局ね。なんか機械に体の一部を置き換えて、ちょっと普通じゃできないようなことをできる。それは、あれですよ。なんか、いじめっ子の鳥とかがいたときに、そのスーパー鳥がやってきて、全部やっつけてくれるんですよ、きっと。いや、でも、確かに知能っていうのはすごく広いもんなんですね。本当ね。だから僕らが思ってる知能っていうのはすごい狭いってことですよね。人間がこれが知能だと思ってるものが。だから、ね、なんとなくその、さっきの数学オリンピックの時も思ったんですけど、例えば今ね、絵を描く AI とか、音楽を作る AI で出た時に、そこに反発するのは、あくまでもそれって人間がいい悪いを決めてる分野じゃないですか。評価基準が人間が持ってるんで、そういうこと言えるんですよね。人間がダメだとか。だけど、自然科学的なものっていうのは、本来人間を超えてるものであって、そこに評価基準があるとしたら、もう人間がこう、わからないところに AI が行った時に、そういうところに行ってるから人間は気にしないというか、そこで怒らないのは、もう、わかんないからですよね。そう、いい悪いが。だから、AGI まではなんとか人間は理解できるかもしれないけど、ASI になった時に、もう何やってるかさえもうわかんないってことです。で、勝手にもう世界を全部把握して、ね、ASI さんは。でも人間はその時にも、人間の世界でやっぱり生きていくしかないってことなのかなってちょっと思って悲しくなりましたけどね。いや、それがね、50年先やったらまだね、いいけど、それが5年先や言ってんだからね。まあ、わかんないんだからしょうがないですね、考えても。まあ、だけどね、
知能はね、もう、なんぼでもあると思うんですけども、科学技術の発展に関連するような知能っていうのはある程度限られてると思いますけどね。AI でものすごい、こう、科学技術に関してものすごい知能というのが出てきたとしても、人間に理解できる範囲じゃ、まあ、理解をはるかに、こう、超えてるという言い方するかもしれないですけども、ゆっくり手順を追って、こう、全体を把握できないようなものではないと。むしいや、ろ、でき全然、ない。いや、ねえ、できない可能あのね、性あるんじゃこうないでいうすか。例えね、こういうプログラム作ってきて、へいとか言ってね、はい、50万行って、ね。いや、それは、だけどいや、サマもリーはできるわけですよね。う、ん?結果としてサマリーはできるわけですよね。でもそれがね、正しいかでどうかね、あるいはね、そいつがね、わざとね、ね、わざとね、バグを潜ましてるとか、まあ、そんなところまでは求いや、めなくてもいいような気がするんですよ。だからむしろ、全然わからない知能というのは、例えば人間に、音楽っていう知能がもしなかったとして、その他の知能から音楽に関することって全く想像つかないですよね、きっと。音楽知能がない人間にとって音楽知能っていうのは想像もつかないと思うんですよ。だからそんな類のもんじゃないと思うんですね。その科学技術の発展に寄与する知能っていうのは、やっぱ ASI になってシンギュラリティになっていくって言った時に、もちろん人間に想像つかないような知能っていうのはたくさん生まれるかもしれないですけども、人間にとって興味のある範囲だけ見ていれば、十分になんか追っていけるんじゃないかなという気他を送っていけないと思うね。僕に実際ていくっろいろ。ていうのは、出来上がったものを見ていって、なんかサマリーとして捉えていけるみたいな感じで。いや、僕って。あれですね。数学知能みたいなの、この飛び抜けたとこっていうのは本当にすごいから、やっぱ宇宙の理解とか、もしかしたら意識の理解みたいなところになると、人間の理解をはるかに超えたレベルのものになるかもしれませんけども。あのね、そん意識なにに。関しても、読んだ中で面白いこと言ったけど、人間というかね、生物はある程度のレベルになると意識発生するだろうというわけ。で、まあ、例えばね、その原虫みたいなもんにはないだろうし、アリがにはあるのかどうかわからんが、まあ、猫いるのは確実にあるだろうと。で、人間には。で、機械もね、一定程度ね、複雑になればね、意識は、あるだろう。で、人間みたいな、高度な生物がなぜ意識があるかって、その方がね、生存的に有利だからだと。進化論的にね。で、とすればですね、で、ある程度複雑になれば意識っていうのも発生してくると、それは生命、機械にも意識発生するだろうってわけ。ただやね、この意識がね、さっきからエイリアンと言ってるけど、人間の意識とは全く隔絶したね、全然違う意識で、もう、了解も何もでき、理解もできないようなもんじゃないかと。そんな気先がします。生分かるとおっしゃると、僕ね、昨今、ものすごい無力感、というのその数学のね、見てて、こんな解けへんわって、僕ね、AGI、あれ ASI がね、急速に進歩してさ、まあ、いわゆるアライメント問題ね、こんなんね、今現在の人間の中で最も賢い人間って誰か知りませんがね、まあ、それでもね、特化して、例えば、望月先生すごいかもしれんが、その数学のその問題に特化してんだって、僕のことは、ね、だからダメだと。だから僕、人間の知能ってね、もうとてもかなわないなって思うけど、そう大したことない。で、ASI ないしが、まあ仮に反乱を起こしたときにはね、例のターミネーターの映画の中でですね、スカイネットが最初始動するシーンって覚えてます?ある将軍がさ、イエスっていうボタンをね、ビッと押したと、ビービービーと鳴り出してさ、で、ターミネーターがさ、世界をもうね、有事始めたわけや。スカイネットがね。というふう、まあそこまで劇的とは思わんがね、思わんが、もうね、了解不可能。で、僕、人間の知能に対して、今までね、人間は頭がいいんだみたいなね、思い上がってる。まあ、いや、自分は思い上がってないよ。ね、そんなにね、世の中もっと頭のいい人はいくらでもいいとは思うんだけど、それともいかに頭のいい人でもね、たかが知れてる気がするんだけどね。人類ね、例えば数学、我々はこういうのを考えたときに、数学っていうのがやっぱり根本的に、数学で記述するしかないと思ってますけど、そうじゃない可能性もありますよね。全然違う言葉というか世界で、この世界を把握するっていうようなことを、もし AI が思いついたら。
もうそれ人間理解できないような気がしますね。積み重ねがないですからね、そこへ行く。それはなんかもうなんか、本当に神みたいに見えちゃうんじゃないですか、外から見てると。この辺の話をですね、次回のシンギュラリティサロンでやりたいと。あ、9月です。きっとね。9月のね。あ、そうか。こ9れ、月の、錦最の後ね。渡辺先生の回じゃなくて。渡辺先生の回も面白そうですけど、そういう話になるかもしれないですけどこれはね。錦の話ね。天才の考えるいろんなすごいことっていうのが人間にどこまで理解できるか。もう全く手に負えないか、英才に頑張って説明してもらえれば、なんか概要ぐらいは把握できるように彼らは説明してくれるのか、みたいな。そのあそたり。れはね、例えば PhD の研究をね、小学5年生に分かるように解説してくれ、いうような類の話ですよ。ああ、そういうイメージです。そういうイメージです。で、それが、まあ、情報分野だったらまだ分かるかもしれませんね。数学分野になるとかなり難しくなるという感じでしょうかね。物理分野なんかでもそうだし、ああ、全体的に難しいですか難ね。しいね。抽象的な考え方はね、人間するのは極めて不得意じゃないかな。その将来の ASI から見たらすごい不得意。ああ、ダメですよ。大体ね、説明するって何やねんって言ったらね、例えでしょ。ね。そのもの自身、例えばね、5次元空間ね、4次元空間、頭の中に浮かべてとか言ったって、なんかできっこないわけであって。だから、例えっていう、だから、その、まあ、小学5年生に分かるって言ったら、その人の、世界モデルの中にはね、本当は高度な話をやね、その世界、その、まあ、レベルの低い世界モデルの中のモデルで近似するわけじゃないですか。だから、やっぱり限界があるわけですよ。圧倒的に限界があるわけ。今はまあ小学生と言ってるけど、今度は大の大人がね、というかものすごい頭のいい人が、エンサイと対したときに、エンサイがね、で、そんなことをいじめじゃないですかみたいなことを言ってくるわけだけど、全然ね、128次元空間考えてくださいよとか言われて、そもそもつかんわけじゃないですか。まあ、そうですね。だからその ASI になるどっかの途中の過程で、すごい質的なね、知能の質的な変換というのが、想定義が起こって、もう我々には手が出せないようなプロセスみたいなに変化ありますするよことね。があるかのかなという話ですよね。僕ね、このところ勉強してるのが、長大なね、ポッドキャストとかさ、4時間とかね、2時間とかいうのあって、そういう問題、議論してるのを何本か見てんだけど、それをね、著者によってね、全然ね、視点が違うんだね。つまり、あと数年でね、30年代までで、我々が今まで見つけたような世界が終わるというタイトルがあったんで、これはね、エンサイの話かと思ったら、それはそうなんだけど、例えば、仕事が失われるとかさ、そういう、普通の議論はそういう議論ですよね。だけど僕が今ね、想像してる ASI っていうのは、そういうレベルの話じゃないよ。どういうレベルの話か。人類がね、終わると。人類が終わるっていうのは言い過ぎだけど、要するに、まあ、食物連鎖の上、人類はトップに立ってるわけよ。で、それがね、次の機械生命にバトンタッチする。まあ、これ、マックス・テグマックのようなね、ライフに、1.0っていうのは普通の生物ね。で、人間が2.0、ね。で、3.0が出てくる。この瀬戸際に今おるわけですね。そういうね、大きな進歩だろう。だから、仕事が失われるとかさ、どうとかいう話はもちろんあるんだけど、その中の過程であるんだけど、レベルの話ではないと。で、僕が最近見たのがね、今日聞いてるのがさ、ディープヒストリーというのディーでね、プヒストリー。ビッグヒストリーとどう違うんですかって、テキストに聞いてみたら、まあ、ビッグヒストリーの方が宇宙の初めから議論するんだけど、ディープヒストリーは人類史の最初ぐらいからだとかね。まあ、でも単なる歴史をですね、もっとね、大きな目で俯瞰的に見ようという話で、そういうね、ディープヒストリーの専門家から言わせればや、ね、今みたいな話よね。だから、
知能爆発はね、もう当然の帰結だっていう、ね。うん。だからね、もう仕事が失われるレベルの話をする人と、それが、あれ、アッシンブレナーもね、中国との競争みたいな、ある意味これはね、僕から言わせたらレベルの低い話ですよね。まあ、超知能もうすぐ現れるんだったら、それどんなもんかというのをね、ぜひ見てみたいですね。そうすなんごいや。なーっていう知能にやっぱりなるんでしょうね、きっとね。ねえ、いや、もうすごいなもわからないんだろうなって思ってしまいますね。見えてるものがから違うんでしょうね。考えとかじゃない。結果ぐらいは分かるんじゃないかなという気もすいや、る。だからそれは、ASI が我々に入門書を書いてくれたらわかると思いますけど、いや、ちょっと、だから、初入め門て。したかった。まあ、1万ページあるけど読んどきゃ、みたいなね。いや、それもサマリーというか、結果だけを言ったら分からんこともない。いや、それはまあ、パピルクスに訳してくれよ、みたいな話ね。そう、言うてはくるだろうけど。ちょっとだから、全然わからないっていうのを、今初めて想像しました。で、わからないかもしれない。確かにわからない。ね。いやいや。いや、僕ね、本当にね、いろんな、AI のペーパー読んでてね。これ別にね、A サイト競争してるわけじゃないのよ。じゃあ、頭のいい著者と、これでもね、とってもね、ついていけないみたいな、あるんですよ。いや、私のね、AI のイメージはなんか、将棋のね、この AI みたいなイメージで、とにかく将棋の方が人間がはるかに強いんだけども、将棋の出した結果を見ながらだったら、我々またその将棋を楽しめるみたいなのありますよね。これはね、出てくるのがね、人間の分かるようなもんだから。だから人間の分かるようなもんの範囲なんじゃないかなという気がしまだから、アす。ライメントに思いっきり力をかければ、そういう AI になるかもしれないですね。人間の育分てかるらとないきに。範囲の多分、話もう、をそ AI れがは、出しぶったら、飛んじゃうんじゃないかなと思いますね、僕も AI は。もう無理だ。そう思う。誰もそう思確うようになってきた。かに。いや、今でもだから、すごい数学者の頭の中で考えてることとか、例えば、すごい音楽家が聞こえてる音とかっていうのは、もう想像できないじゃないですか。いや、ただね、別にそんなところに我々興味ないですし、普通に喋る分には普通の人ですよね、その人たちもね。日常で生も活ね、よをく送言うるね。上では別に、そどのう人かすごい賢いなっていう感じしなくて、相変わらずなんか電車乗り間違えたり、しょうもないポカしたりするわけですよね。な。まあまあ、そういう部分だから、そはありの、ますね。人間の賢い人っていうようなイメージで言うと、もちろんその分野では賢いんだけども、いや、そりゃそう。関連するような部分に関しては普通にい喋れるやいや、これは、範囲。それは別に、ね、反対しないんですよ。でも、まあ人間同士だからっていうことですよね。だそんなレベルで、ASI っていうのがもうそんなレベルじゃないと。AI は、ないやけど。もっと、まあね、こういうね、今の専門家っていうのは、こういう針みたいに特化してるわけよ。そうです、そうですいや、そね。れがね、針がね、もうね、100万本並んどるようなもんですよ。だから、どこも隙間がないわけよ。だけど、まあ、私と喋るときには私に合わせてくれて。それはで、ね、赤ちゃんに喋るようなもんですよ。赤ちゃんに喋るようにして喋られてしまうんでしょうね。そうですだよ。けど、彼らが考えて新しいものを作り出したよっていうものについては、ちゃんと分かるように教えてくれるという感じをしてたんですけど。原理なんかもはやね、わかんないと思う。原理は分からなくても自分に影響がある範囲で、なんかは、どうかな。よう分からなくなってきました、今の。まあ、ぜひまたちょっと考えて、ぜひ議論したいです人ね。間にもついていけないぐらいの思考というのは、そのやっぱり難しい数学 とか そういうもののイメージなんでしょうかね。まあ、おいおい、皆さんも一緒に考えていけたらというふうに。